はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。実はパート2。パート2っていうか、2回目です、この撮影するのは。というのもね、今回はね、声だけしか撮ってなかったパターンですね。声を撮ってなかったパターンなら、まだやりようがあった。今回声撮ってないパターンだから、何もやりようがなかった。で、まあ、こうやってもう準備されちゃってるわけですけども、実はね、今回からね、こういったね、フェンスとかフェンスゲートとかね、ドアとかそういったね、ものの、まあ、木の種類ごとにね、作れるようになった。種類ごとに作れるようになったっていうところ、それ重要ですよ。まあ、これでね、建築の幅もね、大きいんじゃない？おー、意味広がったということで。まあ、建築好きの方には本当良かったアップデートじゃないんですかね。で、まあ、ここに黄色いの見える通り、この綺麗な黄色いのがね、黄色のステンドガラスになっております。まあ、今回ステンドガラスとかいうのもね、アップデートで追加されたんですよね。確か。前からあったら本当ごめんなさい。んで、まあ、私が今持ってるこれ、ごめんなさいね。本と羽ペンというやつでね、こういう感じにね、私書いたんですけども、本のタイトルを入力とかね、あるんですけども、これ、いまいちね、使い方がちょっとわかってないんだけど、これ下の行とかいけないのかな？ちょっとね、まだ使い方がよくわからないんだけど、まあ、こう、ああ、いけたいけた。まあ、これね、いろいろ書いたりできるわけなんですが、できるんだけど、僕のね、北米版なんだよ、今やってるマインクラフト。北米版のマインクラフトなんで、まあ、日本語が書けないんだね。落とせ。まあ、日本語が書けないから、まあ、これは使い道ないかな。どっちにしろ。日本語版、あるのかな？そこわかんないんだけど、日本語版でやってる方は、日本語で書けるのかな？そういった方にはね、ちょっと、なんか、記録したり、するのにはだいぶいいアイテムなんじゃないかなと思います。で、そうそうそう。ちょっとね、皆さんやってみてほしいんですけど、まずスタートボタンを押してヘルプとオプションを押しますよね。で、設定を押してユーザーインターフェース。で、ここにね、これクラシッククラフトっていうのが追加されたんです。これ押してもね、何が変わったのって思うだけだと思うんですが、まあ、ここでちょっと重要なのが、ここ見てみてください。この三角ボタンを押した時のここ。あれ？なんか、あれ？って思うかもしれないですね。さらにね、これを配置してみてください。作業台。で、これでね、L2 を押してみてください。そこ、おお、あれ、そう、レシピが表示されていないじゃないですか。これはもしかしてパソコン版と一緒のような感じなのか。そうなんですよ。例えば、まあ、私がさっき作ってたやつなんですが、完全に間違えたんだけど、2個使うのかな？完全に間違えたんだけど、今。まあ、こういう感じにね、もう、こうやってできるわけですよ。パソコン版そのもの。ここにこれ置いたらどうなる？作り
り方がわかんないね、私。違うみたいだね。まあ、こういう感じでね、フェンスゲートさっき作ったんだけど、取れてなかったんだよね。全部作ったんで、これ頑張って。まあ、こういう感じにね、パソコン版みたいにね、やることもできる、みたいです。パソコン版の方のやつ。まあ、レシピ探すのもめんどくさいしね。まあ、そういうやつでね、慣れてる方なら、まあ、こっちでやった方がいいんじゃないかな、って。どこにあるかわからなくなるからね。まあ、今回は、そのぐらいかな、私が紹介したかったの。他にもおそらくアップデートされた内容があるのかな？多分ね、でも釣りの方はアップデートされてないと思う、まだ。釣りでなんかね、特殊っていうか宝物釣れるっていう、宝物っていうかなんか、釣れるっていうのは別にまだないのかな？なんだもんで、魚、青い魚しか釣れないのかな、まだ。確かそうだったよね。ちょっと一個確認したいのがあって、もう後々、もうエンチャントのやつはあげたかな、動画。まだラピスラズリを使ったあれとかはないみたいですね。オッケーオッケー、わかったわかった。なんかさ、パソコン版のやつで、今どうか知らないけど、ラピスラズリを使う、やつとかあったよね、なんかあったよね。まあ、アップデート内容はこういうことみたいです。他にもあるよ、多分。確か。他にもあるけど、僕はこのぐらいしか紹介しないかな。まあ、ってなわけで、ちょっと待ってよ。セーブして終了。そう、あった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 。ごめん、嘘ついた。もう一個あった。私が紹介したいのが。そう、この画面。この画面も変わったんですよ。遅いな。いや、遅いのはちょっと今、セーブしたばっかなんで遅いんで。で、今読み出してる感じですか。ほら、こうやって変わったんですよ。ね。こう。作戦とかなんか新しい世界を作ったり、あとはなんか、アップデートのたびにね、こういうのがね、追加されてるね。あ、そう、リトルプラネット。リトルビッグプラネット。まあ、リトルプラネットって呼んじゃってんだけど、僕。これのワールドとかも追加されたみたいだね。まあ、機会があったらやっていこうかななんて思ってます。で、前回、そう、もうこれ、マスエフェクト出た時に、僕、取ったわけよ。ボツにした。から、あれなんだけど、マスエフェクトの世界とか、いうのも出てたんですよ。まあ、そんな、まあ、別にいいね。まあ、あと、こうやってね、いろいろ、使い勝手も変わってきてますので、今後のアップデートにも、ご期待、あれという感じなんで、まあ、今後のアップデートが楽しみですね。ということで、それじゃあ、バイバイ。